日が終わり、心身ともに疲れた時、そんな人を癒してくれるアロマやハーブの力を知ってるかい？知らなければ一度うちへ寄ってみるといい。どんな効果があるのかって、それはお楽しみだ。客も意外と来るんだよ。今はストレス社会、みんな癒されたいのだ。時間大丈夫ですか？大丈夫ですよ、どうぞ。だいぶ寒くなってきましたね。冷えますよね、最近。私、ちょっと喉が弱くて、まあ、この時期になると喉ガラガラになってこう喉痛くなって熱が出て風邪ひいちゃうみたいなパターンが結構あって、はい、ちょっとこの時期からちょっと不安になり始めるんですけど。ちょうど良かったです。今日はね、ちょっとまあ高級な精油なんですけど、メリッサっていうのを今日使ってて、非常にね、抗菌作用が強くて、風邪をひきやすい季節にはすごくいいって言われてるんですよ。確かに、なんか香りもすごくいいですね、うん、なんか蜂蜜レモンとか、なんかカリンのような、そんな香りのものすごくなんかいい香りしますよね。ちょっといっぱい吸っときますね、今日喉大事にしたいんで。今日はどんな感じでした？そうですね、ちょっとまたマスターに聞いてみたいことあって、ちょっと軽めに飲みながらお話できればなと思ってきたんですけど、うん、じゃあちょっと軽いよね、やつ用意しますね。お願いします。はい、オムレツじゃなくてキッシュじゃなくてトルティーヤ、どうなんだろう。いただきます。さあ、ワインでスタート。まずはマスターオリジナルのタルタルソース。前にもあったけど、これすごいファンになっちゃった。コルニッションとケイパー、玉ねぎ、見事なマッチング。さあ、どんな感じかな。トルティーヤ、じゃがいもの食感がホクホク、すごいいいぞ。軽いけど軽すぎない。
タルタルソースともよく絡んで美味しい。なんだろう、朝ごはんにぴったりの感じ。やっぱりこのタルタルソースが後を引く。ソースも最後までいただいちゃいます。これ持って帰れんかな。そしてスパークリングワインにもよく合う。後味に残るケイパーの香りが爽やか。あー、美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日も美味しかったです。良かったです。ちょっとまたマスターに聞きたいことがあって来ちゃったんですけど、はい、あの私の職場で、まあ、一つプロジェクトが終わって、まあ、チームが解散になって、で次のまた新しいプロジェクトで新しい製品販売するっていうような形でまたチーム編成をあのされたんですけども、まあ、その中にあの大体若いメンバーばっかりなんですけど、50歳ちょっと超えたぐらいのおじさんがあの部下としてあの配属された形になるんです。でちょっと初めてで、あのちょっと戸惑ってるというか、どう接していいかっていうのは結構なんか難しいなっていうふうに感じて、であのちょっとマスターの方にあのお話聞きに来たんですけど、うん、そういうことってよく あるんですかね。まあ、ありますよね。長いことをやってれば、あの年功序列の会社じゃない限りはやっぱりある程度の能力主義で若い人がね、あの自分よりも年上の部下を持つってことは十分考えられるとは思いますけどね、うん、なんかあのすごく、まあ、当然もともとね同じ職場にはいたって知ってる方なんですけど、まあ、人も良くてニコニコしてて、なんか雑用とかを頼みづらいというか、うん、なかなか若いメンバーで結構もうバリバリやれる子たちにつけてもらったんで、すごいありがたくて仕事はしやすいんですけども、その仕事の能力の面でちょっと多少パワーが落ちる部分が出てきちゃうので、うん、どうしてもやっぱり雑用っぽいことを頼まざるを得ないっていう、はい、ポジション取りになっちゃうんですけど、うん、心持ちとしてどうですかね。なんか何か僕なんかは結構ね、そこはあのしっかりと割り切ってたっていうか、その、まあ、例えば10個の仕事がそのチームの中でやらなければいけない仕事があったとしたら、その10個の仕事の中にはいわゆるあの夏くんが雑用って言っている部分もあれば、そうじゃない部分もあって、全部で10個じゃないですか。だからその10個のことをそのチームでやることが、まあ、プロジェクトの目的になるわけだから、それを1から5までが誰の担当で、5から7までが誰の担当で、7から10までがっていうような割り振りっていうのは、それこそ上司がチームのメンバーの、まあ、力量を見て裁量で割り振るっていう、そのために役職がついているわけだから、結果としてあの10個の中でやらなくていい仕事は一つもないわけじゃない。だからその10個全部大事なわけなんだから、だからそこに雑用だとか何用だとかっていうものをつけるんじゃなくて、チームとして10個しっかりと片付けると、その仕事に対してやりがいを持ってもらえば、まあそれで素晴らしいことじゃないですか。全員の力を合わせないと10個は終わらないわけで、その一部の優秀な子たちが7個やってくれて、で
他の人が3やっただけだったとしても、それはチームとして10やったわけ、1人の人が10やったわけじゃないじゃないですか。だからやっぱりその人間だから10人集まれば当然1番の人と10番の人が出てきちゃうのは当たり前なんだけど、だけど1番の人も10番の人もいるからその仕事が全部終わるっていうふうに考えれば、そんなに引け目を感じるんじゃなくて、むしろそれが得意なんだらそれやってもらえばいいし、それも胸張ってやってもらえばいいわけじゃないですか。別に小さくなるわけじゃなくて、皆さんのこれでも縁の下の力持ちで役に立ってるって思えるような仕事の与え方をしてあげれば、そのなんか雑用をやってくださいって言われるのと、じゃああなたにしかこれできない仕事だからとか、もしくはなんかそういうようなねモチベーションにつながるような仕事の与え方とか、まあ、いろんな言い方一つでいろいろあると思うし、まあ言い方もそうだし考え方もそういう雑用じゃなくて必要なこう仕事、はい、っていうような意味で捉えていけばいいんじゃないかなと思いますけどね。なるほど、まあ、私としてはそれでやはりそうだなって思うところもありますし、すごい落ちるんですけど、20代の子にその50代の方の仕事ぶりを見せたとして、その若い子が文句言わんかなっていうのもちょっとなんか不安な要素の一つとしてあるかなと思うんですけど、10人が10人それぞれ雑用って持ってるじゃないですか。だけど一人でやろうと思うとその雑用も10種類あって一人ずつが雑用やりますよね。だけどそれが例えば雑用が得意、雑用っていうものが得意っていう人が10人分の雑用をやってくれたら残りの9人の人は雑用やらなくていいわけじゃないですか。だからそれに対して なんで文句があるのっていうことを言えるわけですよね。あ、はい、だから1人前の雑用しかしないならあの人楽してるってことだけど、はい、そのみんなが雑用だと思っている仕事が得意だったなら10人分やってくださいって言えばいいだけの話、その代わりあなたが苦手な部分はこの子たちにやらせますからっていうことでもいいし、それはなんか自分の裁量で割り振ればいいんじゃないかなっていう、ね、全員が全員同じ仕事をしなきゃいけないチームなのかっていうことは、そうです、ね、要は、うん、なるほど。じゃあ私がやっぱりそこの長として明確に見えるようにその指示を与えてそれを納得感生かせるっていうのはやっぱり僕のこのレベルアップの、そうだと思いますけど、要は裁量ですよね。どう割り振るかです、ね、はい、だって10人で仕事してて10等分で割るなら誰でもできるじゃないですか。あ、そうですね、10で割るからね、みんな平等でっていうならさ、そしたら当然一番出来のいい人と一番出来の悪い人で仕事の進捗状況って変わるに決まってて、そうするとできない人のケツを蹴り続けてあげるしかそのチームでやる仕事が終わらないじゃないですか。だけど期間が決まってたりしたらやっぱり出来のいい人にはそれなりに持ってもらって、でその分の報酬を もらってもらえばいいわけだから、うまく割り振れば平等じゃないにしてもそういう意味で平等というか何ですか、賃金も含めた意味で言えば平等じゃないです。なるほど、あ、落ちました、うん、完全に落ちました、うん、なんとか私のちょっと裁量の中でやってみてレベルアップをちょっとこれでなんか僕もレベルアップしそうな感じがします。やってみてください。